はいどうも、はじめまして。ブレブレゲームスへようこそ。ゴールデンウィークが終わり、夏が近づいていますが、ゲームしてますでしょうか？新作ゲームがどんどん出ていますが、今回はおすすめホラーゲーム紹介です。早速行ってみましょう。ラスティーレイクホテルは絵本調の世界で不思議な獣たちが物語を繰り広げるポイント&クリックアドベンチャーゲームです。泉のほとりに佇むホテルに招かれたのは、風変わりな獣の姿をした5人のゲスト。プレイヤーの仕事はホテルの給仕としてこのゲストをもてなすことです。ディナーのために5日間毎日3種類の食材を用意するようにオーナーから言いつけられたプレイヤー。怪しい場所をクリックしてパズルを解いてディナー用の食材を探しましょう。大事なゲストにふさわしいのは3種類全ての食材を使った三つ星ディナーです。これだけ聞くとどこがホラーゲームなの？と思いますよね。しかしプレイをすればすぐにわかります。ラスティーレイクホテルはしっかりとしたホラーゲームだということが、至る所に散りばめられた狂気的でダークな演出、絵本のような見た目からは想像できない展開がプレイヤーを待ち受けています。ホラーの中でも精神的狂気といった言葉が本作にはぴったりなのかもしれません。ドッキリ系や心霊系の要素はないので、ホラーが苦手な人でもプレイすることができると思います。ホテルで何が起きたのか、その目で確かめてみませんか？可愛い絵柄ながらダークな雰囲気が特徴の 2D ホラーアドベンチャーゲームイブ。2012年2月に発売された人気フリーゲームのリメイク作品ということもあり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。当時遊んだ人も楽しめるようにグラフィックを一新し、大量の新規コンテンツが追加されています。主人公は両親と一緒に美術館を訪れた少女イブ。美術館を巡るうちに気がつけば誰もいない館内に一人きりになってしまいました。不思議な作品に誘われるままに奇妙な美術館に迷い込んでしまいます。イブは無事に両親の元に帰ることができるのでしょうか。プレイヤーは主人公イブを操作し、奇妙な美術館からの脱出を試みます。ゲームが苦手な方でも遊べるようにというコンセプトもと作成された本作は、移動と怪しい場所を調べる程度の簡単操作、さまざまなギミックやパズルを攻略し美術館の謎を解き明かしましょう。ホラーゲームながらドッキリ系のギミックは少なめなので、ホラーが苦手な人でも安心してストーリーを楽しみます。胸を締め付かれるような感動エンディングをぜひその目で確かめてみてください。初めての人も昔遊んだ人も生まれ変わったイブの世界に浸ってみませんか？ファッシュアイは恐ろしい怪と戦うサバイバルホラーゲームです。プレイヤーは各地の超常現象を調査し鎮圧する組織に属している職員です。本作は屋敷を徘徊する怪の無力化及び捕獲を目的に行動します。屋敷にたどり着いたプレイヤーは屋敷内を調査し怪を無力化する方法を探さないといけません。ヒントはなく、やり直し必死の作業となりますが、根気よく調査しギミックを見つけましょう。もちろん怪も黙って見てるわけではありません。特定の条件を満たすとものすごい勢いでプレイヤーを追いかけてきます。シングルプレイで捕まってしまえば即ゲームオーバー、さらに画面いっぱいの顔アップというドッキリ演出付きです。追いかけれる恐怖と捕まる時の恐怖で二重に怖い思いをすることになります。マルチプレイでは救済処置として復活が可能です。一人で遊ぶには忙しすぎるゲームなので、できれば4人でマルチプレイを遊びたいですね。協力するコープモードだけでなく、誰が幽霊を沈めるか競い合う PVP モードもあります。お手頃価格で気軽に何度でも遊べるゲームなので、プレイしてみてはいかがでしょうか。フレンドを誘って遊べば怖さも忘れて楽しめますよ。ファスモフォビアは幽霊屋敷に乗り込み幽霊の正体を調査する協力型ホラーゲームです。幽霊屋敷には必ず1種類の幽霊が住み着いていて、独自の痕跡を屋敷内に残します。プレイヤーの目的は屋敷内を調査して痕跡を発見し、屋敷に来る幽霊の正体を数十種類の中から特定することです。幽霊を特定しレベルを上げることで新しいアイテムやマップがアンロックされます。例えば痕跡として温度を下げる、文字を書き残す、指紋を残す幽霊が住み着いていたとします。プレイヤーは温度計で温度を調べ、ノートを広げ文字が書かれていないか待ち、 UV ライトで指紋を探し、ようやく幽霊を特定できるんです。もちろんその他の痕跡が残されていないか調べることも忘れてはいけません。ここで問題となるのが、長時間建物内に留まると幽霊は襲ってくることです。プレイヤーは攻撃手段を持たないので、種類ごとにパターンの異なる幽霊への攻撃を避けて痕跡を調べないといけません。いかに安全に素早く調査を進めるか、調査のために試行錯誤は必要になってきます。何度味わっても慣れないホラー演出と思うように見つからない痕跡に何度も繰り返してしまう、そんなゲームです。山奥の精神病院を舞台としたサバイバルホラーゲームアウトラスト。フリージャーナリストであるマイケル・アプシャーは非道な実験が行われるというタレコミを受け、コロラド山中にある
マウントシップ病院へと潜入します。病院内でマイルズを待っていたのは狂気に満ちた光景と死の恐怖でした。果たして彼は人体実験の真実を暴き、無事に脱出することができるのでしょうか。本作の特徴は主人公であるマイルズが攻撃する術を持っていないことです。所持品といえば取材用のビデオカメラのみ。そんな状況で敵は容赦なくマイルズを襲ってきます。ビデオカメラの暗視機能を使用して敵を見つける身を隠し、なんとか乗り切りましょう。ただしビデオカメラのバッテリーには限りがあるので、使いすぎにはお気をつけて。ゴア要素が強く、突然敵が現れるといったドッキリ系の演出も多い本作。さらに逃げて隠れるという行動が主体となるため、精神疲労もめちゃくちゃね大きくなります。ホラーが苦手な人だと最初の数分で心が折れてしまうかもしれません。その分このタイプの作品が好きな人にとっては心ゆくまでホラーを堪能できるゲームとなっています。国内ではサイコブレイクの名前で知られるザ・イビル・ウィシン。グロテスク表現に違いがあります。思わず目を覆いたくなるような演出でプレイヤーを恐怖に陥れるサバイバルホラーゲームです。精神病院で発生した謎の大量死亡事件の現場に向かう主人公の刑事セバスチャンと相棒のジョセフとキッド。現場で何者かに襲われたセバスチャンは意識を失ってしまいます。次にセバスチャンが目を覚ましたのは狂気に満ちた死と隣り合わせの世界。事件の真相に迫るためセバスチャンは命がけの戦いを始めます。本作に登場するテッククリーチャーはどれも独創的な姿をしています。一目見てしまうと夢に出てきそうなほど恐怖感も抜群ですね。敵クリーチャーの姿からも分かる通りゴア要素が強いので苦手な方はご注意を。頻繁に切り替わる場面の中、出会った敵に最適の対策を取る必要があるため難易度は高めになっています。バンバン銃を撃って敵を倒すというゲームではなく、スニークやトラップを使用したキルが重要になってくるゲームです。とはいえトライアンドエラーで頑張れば攻略法は必ず見つかりますよ。ホラー用耐性が強めでやりごたえのあるゲームをやってみたいという方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ザ・フォレストは主人公エリックがさらわれた息子ティミーを救い出すために奮闘するオープンワールド型サバイバルホラーゲームです。飛行機の墜落事故に巻き込まれてしまったエリックとティミー。運よく生き残ったエリックが目撃したのはティミーを連れ去る異形の何か。不幸なことにエリックたちの飛行機が墜落したのは人食いミュータントたちが闊歩する島だったのです。誘拐されたティミーを取り戻すためエリックと人食いミュータントたちの戦いが始まります。一本道のストーリーは存在しますが丸腰で生き残ることはできません。まずは資源を集め、アイテムは拠点を作成する必要があります。食料採集の難しさ、拠点建築の自由度などサバイバルゲームとして抑えるところはしっかりと抑えています。ジップラインやハンググライダーなど冒険しをくすぐる設備も作れるのもポイントが高いです。最大8人のマルチプレイにも対応しているので仲間で集まってワイワイ遊ぶこともできます。とはいえ敵は人食いミュータント。集団で襲ってくる様は恐怖心を煽り、ゴア要素も強めなので苦手な方は注意してください。エリックと共にティミーを救出して無事人食いミュータントの島から脱出しましょう。 3D ホラーゲームは怖すぎて遊べないけどホラーゲームを遊んでみたい、そんな人にお勧めしたいのが 2D ホラーアドベンチャーゲーム夜回りです。夕暮れの街を愛犬と一緒に散歩していた幼い少女は不意の事故で愛犬を見失ってしまいます。愛犬がいなくなったことを知った姉は少女を家に残し、夜の街へと愛犬を探しに向かいました。少女は一人家で帰りを待ちますが、姉も愛犬も帰ってくる気配がありません。勇気を振り絞り姉と愛犬を探すため少女は夜の街へ旅に出ます。可愛い絵柄ながら恐怖をしっかりと感じさせてくれる本作。昼間とは雰囲気の違う夜の街、お化けに捕まれば即ゲームオーバーです。突然暗闇から襲ってくるお化けたちには何度も驚かされます。暗闇を見ると必要以上にビクビクしてしまう。子供の頃に感じていた何とも言えないあの恐怖感を思い出せてくれます。まあ、私はね今でもね暗闇怖いんですけど、ゲーム中は移動がメインなので難しい操作はありません。お化けや逃げつつ所々残された姉を痕跡を探し、いなくなってしまった姉と愛犬を見つけましょう。プレイヤーの力で無事に少女を家族の元に導いてください。少しだけ勇気を出して夜回りでホラー体験をしてみませんか。和風ホラーゲームの金字塔ともいえるゼロシリーズ、水をテーマとし奇妙な習わしや事件の謎を追う物語です。3人の主人公を切り替えながら物語は進んでいきます。ゼロシリーズが最初なんですかね。遮影機というカメラで霊に対して攻撃をすることが可能です。この遮影機で敵を撃つとその霊を、ね、封じ込めることができます。本作でも遮影機を使った怨霊とのバトルは健在。
相手の動きを予想して写真ね封じ込めていきましょう。さらに見取りという新システムで霊が命を絶った原因を探ることができるようになりました。これまで以上にストーリーに感情移入できそうですよね。見取り時には霊の過去がムービーとして流れるので恐怖も倍増です。和風ホラーゲームらしくじわじわと襲ってくる恐怖演出があるのはもちろん、思わず飛び跳ねてしまいそうなドッキリ演出も多いゼロシリーズ。今作もそんな恐怖演出が盛りだくさんで、最後まで切が凍る思いを味わいます。気軽に遊べるホラーゲームを探したらば、おすすめしたいのが 2D 心理アドベンチャーゲームドットホラーストーリーです。プレイヤーが操作するのは野心あふれる若者のプライス。有名法律事務所の社員の彼はとあるマンションの住人たちに立ち退きを求める仕事を受けます。孤独な老人や生活に困る男性、様々な事情を抱える人々に一方的に立ち退きを迫る仕事が続く中、プライスは自分の行動に疑問を抱きます。やがて強い罪悪感に襲われ、幻覚まで見るようになってしまった主人公プライス。現実と幻覚の間を行き来しつつ、正しい答えを探す日々が始まります。ゲームは左右に動き、びっくりマークが表示される怪しい場所を調べるだけの簡単操作、正しい箇所を調べることでストーリーが進みます。本作には恐ろしいクリーチャーも、見どけのよだつ心霊現象も存在しません。プレイヤーに恐怖を与えてくるのは幻覚の中に描かれるプライスの心理です。ドロドロとした心理現象が思わず目を背けたくなるようなグロテスクな描写で表現されるのです。2時間ほどでクリアできる内容ながら、最後には感情移入してしまうことは間違いなしです。プライスが悩み抜いた末に出した答えをその目で確かめてみてください。ホラーゲームは苦手なので、ガチのホラーゲームは紹介できないですが、皆さん好きなホラーゲームありますか？怖いけど、ついついプレイしてしまいますよね。では今回の動画は以上です。次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ブレブレゲームズでした。